おはよう。おはよう。今日は保育園ですか？うん、休み。よかったな。パパは？今日は試合や。じゃあ明日はどうですか？明日は練習試合や。すぐに買ってきますか？ケイ、ケイ、どんどん。見る、それパパ見て、これいいよ。あ、映ってちゃんと。オッケー、映ってる、ちゃんと両方映ってる。ケイが見るからさ、パパはさ、入れて、知ってるもん。君は動くの？映ってる、映ってるじゃん。うまいな。おはようございます。です。ありがとうございます。じゃあ準備します。みんなに挨拶して、おはようございますって。せーの、おはようございます。はい、おはようございます。いや、あなたには言ってないですけど。揃え方バラバラやな。卵、ご飯、豚汁、納豆、リンゴ。はい、それ何食べてんの？お餅。めっちゃええやん。パパもお餅食べよう。え、ダメダメダメなの？どうですか？美味しいですか？めっちゃ美味しいです。映ってないか？美味しいですか？はい、美味しいです。アユはどうでしょうか？美味しいですか？だってもつながってますよ。そんな振ったら飛ぶから、もうそれパクっていいや。で、ちぎんね。そう、ちぎって。ちぎって。よっしゃー。どうですか？美味しいですか？うん、電気消すとかさ、うん、物片付けるとかさ、うん、それはさ、うん、
だしな。自分で今できることやもんな。じゃあ他にやってほしいことある？やってほしいことはない。プラス側に立とうとする。負けましたよ。よっしゃ、行ってくるわ。タッチ。タッチ。行ってきます。行ってらっしゃい。はい。お兄ちゃんだろ。そう、お兄ちゃんだ。おはようございます。うっすやな。ナイルにとってもめっちゃ大事な試合やな。もう始まってんじゃない？ティアモと今日はカリア。カリアもだってもうこれ負けられへんしな。俺らも大事よ。今日は司君のラストマッチやでホーム、ね、お願いします。あ、4日間、はい、で応援はさせていただいて、はい、そうなんですよ。カメラ目線、そう、多分 YouTube かなこれ。うちどの選手、ね、同じサッカー仲間として去年川崎選手が同じチームメイトだったので、僕たち選手会としても何かできないかということで募金活動を行っております。同じサッカー仲間として助け合いということで、ご協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。中西さんすいません、わざわざ。中西さんちょっと多いし、多いっすね、ちょっと多いっすね、ちょっと収めてください。受けてるな。一枚こっちに収めてください。あ、ちょっと待って、そういうのじゃ受け取れないな。そういうのいけるんですか？ありがとうございます。あ、すいません、すいません、ありがとうございます。あ、嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、ほら、手出して、ありがとうございます。一員だけ、ありがとうございます。アピールしてる。僕が入れたの、入れたの誰かめっちゃアピールしてる。着席されたエリア、はい、ゾーンの西系の空港をお願いします。ありがとうございます。今日入ります。すいません。あ、はい、あ、よかった。危ない危ない。今日入ったな。おはようございます。よーし。コンビニで、はい、大輔から今日支えたものがあるんだけど、はい、お、なんか頑張ってこいってことですか？そう、エビスのビール。え、どうします？それは先に飲みます？後に残してきます？スイッケル。フリーキック今日みんなこけてよ。ゴール前でみんなこけてよ。大輔、こけるよ。今日ホームラストマッチっすよ。鈴鹿の何持ってきたんすか？これ何、これん、これ何すか？タコ足と、このタコ足の電源と初心者マークは何に使うと思ってるんですか？いや、これは遠征の時に必需品じゃん、はい、ホテルとかで、はい、これは、はい、あの初心の心がプロ10年目、プロ10年目、初心の心を忘れずにやってるんですか、うん、お前さ、今撮ってんやん。なんでそんなチャチャ入れるの？でもさ、ツイッターでもさ、シェフさんさ、うん、サッカー選手最後の日って書いてあったやんか、うん、いや、まだ来週あるしと、あるしと思ってんな。ホーム最終戦ってことやんな。そういうことで、な、みんな間違ってる。仙台やから見に来にくいからな。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号2番原宏樹選手に変わりまして、
背番号28番小澤原田選手が入ります。強かったっす。マジで。ちょっと司くんのやつ取りに行こうか。みんなこれ司くんのやつ聞きに行かなくていいの。岡本社長、お上手。これあと花道5回ぐらい通らなあかんけど。みんなやれ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 やせーの、おーい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 、次誰、次誰、ミラン、ミラン、apoyado siempre, jugando en casa, jugando lejos, y lo tenemos que agradecer a vosotros también. Agradecer también a los jugadores que han tenido un comportamiento de 10, han trabajado muy duro y se merecen estar donde estamos. Arigato gozaimasu.まずシーズンの方は1試合を残しているんですが、週ごとを良くなっていく、チームとともに歩み寄せたことを嬉しく思います。結果としては引き分けに終わってしまいましたが、今年1年皆様大きな拍手をお願いします。理由として、J リーグを退団して、他のオファーがないからここに来たのではなくて、僕の恩師の一人である風間彌弘さんという方の言葉で、J1、J2 でプレーするやつがプロサッカー選手ではなくて、プロサッカー選手としてプロフェッショナルとしてサッカーをし続けることがプロサッカー選手であるという言葉があります。その言葉を僕はとても衝撃的で、そこで一番求められているチームが鈴鹿、当時ランボーレだったために選んだのがきっかけです。そしてこれからまだ鈴鹿の選手たちでも、J リーガーとしてまだ経験のない選手、そしてこう皆さん見に来てくれてるお子さんだったり小さい子がプロサッカー選手を目指す、そんな中で僕から伝えたいことは、もう自分の可能性を信じ続けて、他人と試合に出なかったりうまくいかなかったりしたときに、他人と比較せずに自分だけを見つめて、信じて走り続けてほしいと思います。最後に、サポーターの皆さん、ファンの皆さん、今までチームを支えてくれた方々、チーム関係者、そして両親、そして選手のみんな、今日最後に駆けつけてくれた両親はいないんですが、弟も最後に見に来てくれたので、全ての人に感謝したいと思います。今日ここで小澤司は引退したいと思います。今まで10年間本当にありがとうございました。小澤選手、ありがとうございました。
では小澤選手に花束の贈呈をさせていただきます。え、この色ちょっとありちゃう。ありちゃう。ありちゃうつけ。はい。ちょっと映んないで。はい。愉快な仲間たちのメンバーです。ありがとうございます。貼っとくんで。ありがとうございます。はい、これからも三重のおもろいところをいっぱい撮ってきてください。うん、ほいほいほい、チャンス入るぞ。ナイス。あ、みんなみたいにこのまますぐやるやん。あしまおにぎりある、食べれてないやつが。うまそう。 K のご飯これうまそうやな。K はお魚なんこれ。レモンかけます。はい、は何食べんの？お魚。 K はレモンかけんのそれに。うん、美味しいよ。いただきます。よっしゃ、ゆうくんお疲れ様です。すみません、これお待たせしました。セラ持ってきました。今日は司くんの引退試合ということで、今日ツッピー来てないですね。来てないです。じゃあゆっくりしてあるんですね、司くん。すみません。じゃあまたご飯食べに行きます。すみません。はい。